始まります。チキンシャック、第11回お。よろしくお願いします。はい、僕は元チキンシャック PA のノブです。民謡クルステージダンスをやってます。そのです。もう処理すぎじゃないの。ミンクルしかやってないってことになっちゃうから。ベンズポップもやってます。うん、あとは、チャリバンド。ちょっといつもよりも声小さいね。そうかな。あ、今上げたよ。はい。うん、ちょっと上がった。はい。最近どうですか、その君は。ま、暇なんでしょ。暇は暇かもしれませんね。ね、はい、うん、まあでもほらみんな今暇だから結構仕事忙しい人は忙しいっぽいけどね、はい、うん、でもほらコロナ影響で暇な人は暇だと思う。ああ、そうですね。うん、まあ暇っていうかさ、もう物理的にやっちゃいけないっていう暇だからね、うんうん、怠けてて暇とは違うから、あなたとは違いますけどね、はい、で今日のゲストですね、まあその暇で今思い出したんだけど、はい、この俺も3月から暇になっちゃったわけ、はい、コロナの影響で、うん、この会社もね、そういえばそういう意味じゃもうそれができなく仕事をしちゃダメだっていうところに生かされたような、よくお世話になってる、はい、会社でですね、皆さん聞いてる方はね、多分ね、もうこのチキンシャックの YouTube チャンネルを見てる人は多分見たことがある、この人たちの姿も、はい、しかもその人たちが作った映像ですね、はい、を見たことがあると思います、今チキンシャックのですね YouTube チャンネルを支えてくれてると言っても過言ではいない、この映像制作会社、今日のゲストはエキゾチカ株式会社ですね、株式会社エキゾチカです。ポポポポポポポ、今日3人来ちゃってますよ。もうね、小川ボーイいいね、小川ボーイだね。じゃあちょっとね、社長からちょっと自己紹介よろしくお願いします。はい、株式会社エキゾチカの代表やってます本間と申します。いや本間さん、こんにちは、カメラやってますヤギです。イエーイ、こんにちは、ヤギちゃん。お、あ、エキゾチカの派遣でやってます写真やってます小川と申します。よろしくお願いします。小川くん、いやーね、本当にね、今チキンシャックの YouTube が1000人に1000、今チャンネル登録数1000 1300くらいですか、はい、そこにね持ってってくれたのは本当にこの方たちのおかげ で、 あのね、ちょっと一瞬俺が話したいことがあって話すんだけど、これ4月1日くらいにシャックがやばいぞみたいな話にね、あの元スタッフの愛子から連絡があって、俺それまではシャック今年入ってから本当1回か2回しか行ってなかったんですよ。あ、そうなんですね。そう、今毎日来てるじゃないですか、うん、だけどなんでそうなったかっていうと、愛子からメールが来て、やっぱそのいろいろまずいことになってると世の中が、はいはい、でシャックもそれは例外じゃないと、うん、って言った時にたまたまね本間さんたちの会社によく遊び行ってたんですよ、後で話しますけど、はいはいはい、で遊び行ってて、その時になんか一個用があって、そのシャックに呼ばれる愛子に今から来てくれって呼ばれる前に本間さんたちのところの会社によって、はい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 、今チキンシャックがこういうことなんですけども、行ったことないと思いますけどみたいな、はいはいはい、でこんなことするんですけどから始まってるんですよね。ああ、なるほど、うん、なるほど。だからね、それがすごくなんか今につながってて、どうしても今日は呼びたかった。うん。うん。あざす。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでちょっと、まあね、どっから話そうって話になるんですけども、基本的にね、今本間さんたちがやってくれてるのは、はい、チキンシャックスペシャルっていう、中さんの配信もそう、あと民謡クルセイダーズのコデランニもそう、あとビートボム、この3つは基本的に本間さんたちがやってて、その YouTube の生配信のクオリティが全然違うんですよ、みんな見てほしいんですけど、ね、うん、ぜひチェックしてくださいと。で本間さんたちの会社は、まあ、いわゆる映像制作会社でいいんですよね。そうですね、はい、基本的には映像制作を。でそれが3月にたまたま引っ越してきたんですよ、ふっさに、うん、3月だよね、ヤギちゃん、ゲップのヤギちゃん、そうですね、うん、小川ボーイのゲップでした小川君のゲップなんで、失礼いたしました。そう、3月に引っ越してきて、そこから全てが始まってんすよ、はい、そうですね、3月の1日にふっさに事務所を移しましたね、うんうん、楽しくやらせてもらいます、はい、もともとは新宿だっけ。そうですね、もともと西新宿で、うん、そのオフィスを置いて、
まあ、2年くらいやってましたね、かれこれやったりとかしてて、はい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 、で今年のそうですね2020年の3月にフッサのハウスを借りて、じゃあ今年で3年目くらいなんです会社は。そうですね、もう決算期でいうと3期目に、まあ、前話したけどその前もあったもんね会社が。そうですね、だからそれから数えると結構長い3年くらいですかね、2017年とかで僕と八木ちゃんでやったので、そうですね2017年なんで、3年ですね、なんでフッサに来たんですか。フッサ来た理由っていうのが、まあ、なんか米軍ハウスがあるっていうのが一つ魅力になって、はいはいはい、まあ、いつかそこで仕事をしたいなっていう、うんうんのがあったんですよね、うんうんうん、まあ、その話っていうのが結構あれやこれやと長くなっちゃうんで、うん、でも、まあ、そうですね、あれだよね、一番大きい理由はヤギちゃんだよね。そうですね、うん、ヤギちゃんがもともとそうですね、ね、フッサにのハウスに住んでたから、そのハウスによくね本間さん遊び来てくれて、ね、遊び来てて、それでちょいちょい 2,3 年前から顔はっていうか挨拶とか、うん、まあ、ちょっと雑談するくらいの中だったそうですね、そうです、うん、やっぱその遊び来てたのが結構大きいんですか、まずは。大きかったですね、だからその3年前にその八木ちゃんと知り合って、まあ、一緒に仕事するようになって、はいはい、でその時にその八木ちゃんがそのフッサのそのハウス、うん、まあ、だからバナナハウスとかのその近くのところのハウスに住んでてっていうんで、なんかじゃあちょっと一回遊び行ってみるべっつって、うんうん、でその時に初めてハウスに行って、これはすごいなみたいな、うん、ありがとうございます。またね、ヤギちゃんのハウスの使い方もねすごくて、シェアしてる人が3人4人とかもう入れ替わり立つ替わり、ね、シェアする人がいてっていうので自由な感じっていうかね、はい、まあ、それまでなんとなくフッサは知ってたんですよ、うんうん、まあ、なんかちっちゃい頃にそのオープンゲート家族で遊びに行くとか、まあ、でもやっぱそれくらいですね、本当にその横田基地があってくらいな印象でしかなくて。じゃあ来たことはあったんですね。結構昔にですね、本当ちっちゃい頃とかなんで、本当に30年前とかに。はい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 。八木ちゃん、その知り合った時に本間さん、フッサに連れてきたわけでしょ、ある意味。そうですね。もうね、何人もフッサに人連れてきてるもんね、八木ちゃんはね。いや、僕はもう。八木ちゃんがハウスに住んでたのって、今から何年前だっけ。僕は大学2年の終わりなんで、うん、19の時だから、今29なんで、10年ぐらいもう。10年ぐらい前か。はい、だって本当にね、もうどうしてもなかったっすね。大学生3人と美大生か3人と、もうね、家の中で焚き火したりね、ひどい、ひどい人間だったもんね。家の中で焚き火やばい、ね、昼間さ、ヤギちゃん家の前のハウス通るとさ、裸で寝てんのよ、そのうちの一人が。本気で寝てんの。捕まるぞお前っつって。健介、うん、あ、ケンスケ、名前出したけど、ねえ、名前出したケンスケって名前出しちゃダメな、慎太郎とね、懐かしい、懐かしいよね、本当に。だからヤギちゃんはなんかあの限りなく透明に近いブルーって俺、ね、読んだことないんだけど、ね、彼もムサビのね、うん、ああいう使い方をしてたよね、女の子も ね、仲良くしたりね、本当にだからヤギちゃんは久々にこう一緒に会うようになったけど、大人になったね。いやー、だいぶ落ち着きましたね。本当の大人になったね。酔うと違うけど、うん、今日もいっぱい飲んでます。でこっちのさ、小川くんは今ハウスに住んでるわけじゃん。そうですね、ね、小川くんもっとマイクに、あの、もうあのあれみたいになっちゃうから、こうタチの悪い演歌歌手みたいになっちゃうから。PA はできるんでしょみたいになっちゃうから。あの小川くんはね、今前ヤギちゃんが住んでたハウスの反対側だもんね。もう歩いて、そうですね、前にある、歩いて10秒みたいなね。そうですね、のハウスに今曲がりさせてもらってて、ね、じゃあまあこうエキゾシカはハウスつながりだね。今ある意味本間さんが借りてて、そうですね、うん、ヤギちゃんも まだ借りてるもんね。まだ一応借りてはいる。そうだよね、借りてるし、小川くんも借りてね。はい、いや、やっぱハウスの力ってやっぱこうやって人を、ね、うん、今回に関しては、うん、この3人はさ、資金借にで出会ったわけじゃないんだよね。そうですね、うん、そうですね、ここで別々で、うん、で 俺ともそうです、ね、俺と、うん、外で出会、外っていうかフッサの中のまたハウスっていうこうコミュニティで出会ったから、うん、まあ、俺ももともとハウスに住んでたし、うん、なんかそういう意味じゃみんなね、その国以外はさ、その子は住んでないからハウスに。その国以外はまあ本当にハウスでつながってるっていうかね。そうですね、ハウスに住みたいと思ったことあるの？
ないかも。なんで。やっぱないんだ。なんで、うん。いや、ありますよ。嘘だ。うん、ない時の方が多いから。じゃねえんじゃねえ。多いってやばいさん面白い。ある時もあればない時もないっていう。どういうことだそれ。ない時の。じゃあちょっと一曲、一曲っていうか今日はさっき話してたんだけど、はい、見えるラジオってことで。じゃあコデランニを一番最初に配信で、あ、このコデランニの配信は本間さんの会社、まあ、エキゾチカの事務所なん で、 ハウスで、ね、そこをお借りして、はい、その時ねまだ3密3密って言われてたんで、シャックでやんない方がいいよなって話になって、うん、お借りしてやったチキンシャックスペシャル第1弾、ちょっと後で曲はみんなで選ぶんでコデランニ聞いてください。どうぞ。コデランニでした。今日はね映像も見れるんで、僕ら今見てませんけど空想であんな曲やったよねとか話してたんですけど、コデランニの配信の時って、はい、本間さんたちがだから3月に引っ越してきて、そうですね3月頭ですね、で、あれ4月の10日とかそれくらいだったんで、多分そんくらいですよね、うん、1ヶ月経ったかくらいかですよね。ですよね。そうさっきのね暇って話で、本間さんたちも4月5月撮影飛びまくってたんですよね、そのコロナの影響で。そうですね、うん、やっぱり予定してたやつがちょっと一旦伸ばしでみたいな、うん、だあの時いわゆるこういう音楽とか映像の制作会社はまあ大変でしたよね、そういう意味じゃ。そうでしょうね、仕事がないっていう意味じゃ、はい、だからね第7回か6回に出てもらったオールウェイズってね、はい、あの会社も、聞きました、聞きました、うん、あの会社もまさにそうで、はい、でやっぱり配信を始めたんですよ、うん、でチキンシャックもね配信をやりたいってその最初に言った4月1日の時に本間さん にそのチキンシャックに俺が、まあ、今年初めてって言っていいかくらいのにチキンシャックにちゃんと来る時に本間さん家に寄って、はい、配信とかやれたらいいと思うんですよねでポロッと言ったらできますよやりましょうって本間さんが言ったんですよね。そうですね。でほらそんなにまだ付き合いも
なかったんで、まあ、そうですね。だからその僕が遊びに来た3年前くらいからかで、まあ、ちょいちょい会う、はい、僕とはねノブさんみたいな感じくらいだったんで、うん、だったんで、そのどこまでねお願いしていいかもわからないし、はい、その距離感ですよね。それをすごい、うん、最初は測ってたんですけども、まあ本当にね、のぞむさんもそうだと思うんですけども、はい、本間さんたちがいなかったら今のチキンシャックはこういう感じで今明るいじゃないですか、うん、明るいですね、みんな、はい、ね、本当は暗い時期だと思うんだけど、スタッフというか社長の久美さんとのぞむさんが明るいんで、はいはい、俺こんな感じにはなってなかったと思うんですよね。なるほど、確かに。でそれがやっぱさ、緊急事態宣言が出る前までギリギリに配信やってたんですよ、ね、配信のテストを。テストやりましたね、うん、そうですね。ちょっと見れたりもするんですけど、うん、のぞむさんのソロとか、ひろし君のドラムソロとか、ね、テストでやったんですよね、3月から。そうで、結局緊急事態宣言が出てライブハウスがダメだってなった時に、はい、できないってなっちゃったんですよね、結局、うんうん、でも4月の1日から10日間くらいの間で確か2回くらい配信のテストやってるんですよね。そうですね、うん、なんかお蔵入りみたいなっていうか、まあ、はい、秘蔵のやつとかもあったりしますね、うん、で わずかな短期間で、はい、映像のプロといえども多分本間さんたちって配信のプロではないと思うんですよ。そうですね、まだ、はい、特殊なんで、うん、だけどあそこのクオリティまで持ってったのがやばいなと思ってだってどの会社に見せても知り合いの、はいはい、誰がやってんのってまず聞くんですよ俺じゃないってことはバレてるんですよ。なるほど明らかに違うなと、うん、まあ一人じゃできないっていうのもね、はいはいはい、もう見る、まあ、すぐ見れば分かる話で、だから本当にねちょっと今日興奮してね喋りすぎちゃってるんですけども本当に、ね、いやでもそうなのよ。いやみんなにちょっとこんだけね助かってるってことを伝えたすぎて、うん、うちらも基本遊びでやってるんで、はい、仕事も、はい、フラッとやってるんで、うん、まあだから僕らもちょうどその3月頭に引っ越してきたんですよね。だから世間でもちょっと日本でもコロナがおやおやっていう感じな時期に、はい、まあ、僕らも日進塾から福生にこう逃げてきたようなタイミングで、はい、でまあちょっとやっぱり仕事も仕事のうちの会社としても、まあ、その撮影とかその広告作ったりだとか、まあ、そのドキュメンタリー作ったりだとかっていうところもあったりと、はい、あとはその僕の方でやってるんですけど、アーティスト の, そのコンサート の, なんかその演出の、まあ、VJ とか VJ ですね、はい、なんかそのアーティストさん の, そのなんかアリーナとかでやるとかっていうそういう CG とか作ったりとかってあったりしてで、まあ、やっぱりどっちもこう落ち着いちゃいまして、うん、まあ、引っ越したタイミングでいい環境来て、まあ、なんか面白いことやりたいっすねって、まあ、なんかどうしよっかってなった時に、まあ、なんかその俺とヤギちゃんとかで、はい、その配信やったら面白いかもなみたいな話したんですよ。あ、そうなんですか。そうですね、もともとそう、もともとなんか別の仕事で、まあ、ちょっとなんか配信みたいな仕事とかもやったりしてて、うんうん、その言い方ですけど誤解を招かないようにズブの素人ではないってことですよね最初から、はい、それは前提としてあります。でもその、はい、なんとなくその何ていうんですか、その YouTube で、はい、そのなんか OBS 立ち上げてなんかそのやるっていうやり方は知ってるっていうくらいで、はい、まあ、そんながっつりはやったことないけど一応ノウハウはあるし、はい、あと機材も持ってるし、うん、それでかいっすよね、まあ、カメラも複数台持ってて、うん、そのね、今だとその人気のビデオミキサーだとか、はいはい、品切れ続出の品切れ続出の、はい、ものをワンサか持っていたと。まあ、じゃあこれだったらちょっとライブ配信やってみたいねって話をしてて。なるほど。なんかちょうどね、なんか引っ越してきたタイミングで、うん、まあ、ちょっとやっぱり田舎っていうか田舎みたいな感じのところに引っ越してきて、まあ、なんか地元還元じゃないですけど、うん、なんか地元に密着したことをやりたいねみたいなのを話してて。青梅、ね、うん、青梅生まれ。そう、青梅生まれ地元なんですけど。うん、でいいタイミングでノブさんから、そうですね、それでそういう考えしたときにノブさんからそのさっき言った感じでこう配信みたいなのをやろうと思ってんだけどっていうので、まあ、そこでこう意見が一致してやってみようっていう感じで。絶妙、それはねタイミングだね、本当に。そうですね、あ、だって本当多分本間さんたちがいなくても俺は配信をやった方がいいなって直感であの時思ってたんで、のぞむさんには言ってたと思うんですよ。で多分のぞむさんも同じ意見で、まあ、みんな同じ意見なんですけど今ライブハウス自体は、
そうですよね、まあ、で意見というかできることがそれしかないっていうところも大きくて、うん、でのぞむさんに言ってたと思うんですけど、このクオリティでできずに終わったと思うんですよね。カメラを例えば買って、まあ、なんか定点で置いてみたいな、うん、はいはいはい、まあ、同じようなことをやったとしても、うん、まずそこに行き着くまでにノウハウがないし、うん、で今ね実はその本間さんたちがいない、この前ボンノーズっていうバンドとかのライブは俺と中田と、うん、今写真撮ってる中田とあと元スタッフの愛子で3人でやってみたんですよ、はいはいはい、まあ本当偉大さがよく分かりました。本当に偉大さが、ただただ疲れたっていう。でもね、本間さんにもこの前言ったんだけど、もうお手本があるんで、うん、仕事ぶりも見させてもらってるし、うん、映像としても残ってるんで、はい、それだけでももう全然スタート地点が他の人と違うっていうか、うん、ただただやってるわけじゃなくて、もう線の伝え方も見させてもらってるし、あるものとないものも分かってるんで、本当にね、このコロナをチキンシャックがこう乗り越えるにあたっての本間さんたちの貢献は、まあ、よいしょよいしょしてますけど今日は大きいんですよ。うん、なんか配信やっても楽しいですけどね。そうっすね、うん、1回目の配信の時にこう限定公開でつながって外でみんなで YouTube 生配信見てるとき興奮しましたもんね。もうね、おわーとか言ってね、文明開化みたいな感じでしたもんね。そう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 、いわば。でもあれからすぐ今度ね、ミンオクルセダーズの小寺に、はいはいはい、ボーカルのフェリーさん の、ね、ユニットの配信やった時も未だに最高ですからね、うん、同時視聴者数が多分あれ120くらいなんですよ最大で。あれがやっぱり未だに抜かれてないっていう。あとその後も多分10回くらいは配信チキンシャックやってるんですけど、はい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 、抜かれてないっていう。だからまあ一発目にちゃんといいパンチが打てたなと思って、うん、なんか毎回ちょっと違う感じに見したいなっていう感じがありますよね。いや、そこがすごい、まあ、今、うん、その世間的にもいろんなそのライブハウスだとかっていうところで配信やられてるとこもあったりして、ね、うん、でまあ、僕とかもそのシャックを見たときに、まあ、結構やっぱ面白いロケーションっていうか、はいはい、だなとは思っていて、やっぱ普通のそのライブハウスとかってこうどうしても黒い、まあ、黒幕があって、はいはいはい、まあ、照明があってドラムがあってギターアップベースアップあってみたいな、まあ、同じ景色なんですけど、まあ、なんか違う景色とかこう見せれる感じがあるなと思ったんで、だからそのコデランにやったときとかも、うん、まあ、だったらもう場所自身を変えようって思ってて、うん、まあ、そのフッサだったらつって、まあ、ハウスじゃないかなっていうの、うん、だからその時DJ やさ田中さんが民謡クルセダーズ、そうですね、がなんか言ってたのが、まあ、この米軍ハウスがその YouTube ライブで公開された記念すべき、おお、確かに日だっていう言葉はなんか、うん、おおとは思っていて、確かに、たまに。じゃあチキンシャックならずフッサーに貢献してますね。本当今日はよいしょします。まあ、はい、そのおさんは住みたくはないと思う時間が多いハウスでありますけど、みんな住みたがってんだよ。本当さっきでもね、本番中に嘘だって言ってた、住みたくないって。本番じゃない時に嘘だって言ってた。本当に嘘つきだからね。どうしてもやっぱフッサーとかってその観光で来られる時とかって、まあ、16号その大通り、うん、基地に面した横田基地があるところをまあ見て、そこにもまあいろんなお店がありますけど、まあ、そこもそこでやっぱまあ面白いですし、うんうん、まあ、そこでこうもう一歩行くんだったらっていうので、まあ、そのハウスの中を見るとか、うんうん、その実際住んでる人のところを見るっていうのは結構いい景色だなと。だから僕は3年前ヤギちゃんが住んでるところ見た時も結構もう衝撃でしたね。本間さんって結構よく来てたもんね。割と来てましたね、うん、なんか入り浸る感じじゃなかったけど、まあ、なんか月1なのか2ヶ月に1遍くらいか、今日も本間さんいるなんつってね、うんうんうん、そうだよね。あ、じゃあそうね、本間さんはあんまりねペラペラ喋んないのよ、そういう意味じゃ自分のことを、うん、俺付き合ってきて分かる、あら、聞くとすっごい引き出し持ってるんだけど、ペラペラ喋んないの、しゃべんないっすね、思いとかはね、喋んないっす、喋んないのよ今日は、うん、今日はだからね、小川くんはもう寝てるけど小川くんも結構喋んない、ヤギちゃんも喋んないね、僕はそう、よく酒入んないと、うん、その辺似てるかも、全員意外と思いの節は言わないっていう、うん、ところは
案外そのさんが一番喋る、ね、そのさんがね、うん、この人意外とうるさい、うるさい、あの普段は欲望に忠実な男だからどういうことなのか。でね、今週これ多分もう流れてると思う、あ、配信済みだと思うんですけど、はい、このさ、ラジオの収録の3日後くらいに今度またあのビートボム2をやるんで、そうですね、シーズン2が、シーズン2がそれもね、本間さんがもともと VJ やってるっていうのをね、はい、知り合って少し経ってからポロッと行ってきたんで、はい、VJ 出身だって、でじゃあ、はい、本間さんの VJ 見るのでやりたいなっつって企画したものなんですよ。そうそうですね、これ実は、ね、はい、で僕の知り合いのビートメーカーとかラッパーを集めて、はい、あのやって、それは今週また第2弾がこの今収録しているチキンシャックの別館でありますんで、はい、ちょっとじゃあその映像を見えるラジオで音も聞きながらぜひ一曲何を流すか考えますけど、チキンシャックスペシャル YouTube の第2弾のビートボムの中から一曲聴いてください。どうぞ。
ビートボムの中から何だったんでしょうかね。後で選ぶんで。でもこのビートボムはねめちゃくちゃ面白くって、うん、自分の中ではあれなんですよ、はい、本間さんにやってもらってで、ええ、出演者もチキンシャックがほとんど初めてみたいな人ばっか集めてるんですよわざと、うん、だから、まあ、本間さんたちもねある意味まだ2ヶ月くらいですから、うん、そうですね、チキンシャック出入りして、はい、出入りしてでうんっていうのでねなんか新しいことが少しできてるっていう自分の中であるんですけど、うんはい、あの実際こう本間さんと八木ちゃんが、うん、あの小川君は今本気で寝てるんで後で起こしますで今チキンシャックでこういろいろ活動していただいて、はい、どんな感じですか、うん、ちょっと抽象的になっちゃうけど今どんな感じでチキンシャックと接してる感じですか。あそうですね、まあ、まず楽しいですよね。もう本当に出入りする人が、うんそね、まあ、その出てるバンドの方とかそのお客さんとかも、うんうん、まあ、こうなんか面白いとこはありますね、うんうん、あとその八木ちゃんともずっと話したんですけどやっぱりその僕と八木ちゃんでその、まあ、3年くらいか、まあ、そのフッサ遊び行ってで、まあ、そこで知り合う人たちとは、まあ、そのノブさんとかそのおさんとかも含めてですけど、まあ、あのバナナハウス周りの、はいはい、なんかそのバンドっていうかミンクル周りというかね、ミンクル周りの、まあ、コミュニティですよね。そうですね、うん、まあ、そこでこう知り合うミンクルとかとこう知り合う人が多かったりしたんですけど、まあ、その3月に事務所を引っ越すっていう時で、まあ、その時こう決めてたのが、まあ、なんかそれ以外にもそのフッサでいろんなコミュニティ広げられたら面白いよねっていう話をちょうどしてて、あ、なるほど、で、まあ、そこでそのシャックの、うんうん、話もあってで、まあ、ある種のね、うん、音楽の一大コミュニティですからね、そうね、ちっちゃいけども、うん、フッサの中じゃ、うん、そのなんとなくいろんな話は聞いていて、うん、まあ、でもそのねこうしっかり入るには結構時間かかりそうかもなっていう感じで思っていて、うん、確かに確かにそうだ ね、 そうね、やっぱシャックの中に入ってくのって多分僕なんかはもう子供の時からいるんであれだけど、はい、意外と大変かもしれないです ね、うん、ですね、付き合いが濃いんで、うん、やっぱそのフッサでもいろんなコミュニティがあるっていう話をその八木ちゃんとかからも聞いたりしてで、まあ、そこでこう一つ広げられる場所っていうのでそのシャックがあってで、やっぱそこで集まってる人もやっぱすごい面白い人とかもいてでやっぱ楽しいっていうのが一つあって、あとそれでこういろんなフッサの見え方が面白くなってきたなっていう感じがありますね。まあ、基本みんなあのねあのバカにする言い方じゃないですけど、はい、こうバカですよね、先輩の方とか、うん、その、まあ、僕33歳なんですけど、うん、そのシャックでそのバンドやられてる人とかって、まあ、僕よりもその年上の人がいいんですけど、うん、なんかやっぱこうカラッとしてて、うん、バカな人が集まってんなみたいな、うん、まあ、フッサ自身がそうなんですけど、うん、なんかその印象なんかすごいいい意味で受け止められて、うん、ね、そういう意味じゃ居心地はいいですよね。そうですね、うん、バカバカ集まってんなって今日もつってなんか映像もすごい撮りがいありますね、うん、絵になりますやっぱ絵になりますね、はい、なんかやっぱそれぞれみんな持ってる、うん、その信念とか歴史とかっていうのがあったりしてて、うん、それやっぱ特に感じれたのがそのね中さんのやつとかもそうですし、うん、いやすごい人がいるもんだなと思ってて、うんうんうん、まあ、だからそうっすね、シャックはそういう意味では面白い場所だなっていう印象はあります、うん、なんか普通のライブハウスとはなんかちょっとやっぱ違う空気感はありますね。そうだよね、矢口ちゃんは、うん、そうですね、僕もそれこそチキンシャックとの出会いって言ったらその愛子ちゃんが、そうなんだ、そうですね、が今住んでるところの物件紹介してくれたりとかで、愛子が不動産 やってた時だ、そうですね、はあ、でむさびの先、僕の大学が武蔵野の美術大学だったんですけど、その時先輩で美里とかも行って、はははは、で、まあ、出入りするようになって、うん、で学生時代過ごしてて、うん、で、まあ、ある意味こうやってまた戻ってきて、うんうんうん、まあ、戻ってきて、まあ、短いんだけど結構集大成みたいな感じの面白さは今あるそうだね、そうですね、じゃあ確かにこう、うん、それこそねやっぱこの全員園くんなんかもそうだし今寝てる小川くんもそうだけど、あのバナナハウスってね、うん、あのミーオークルセーダーズの
田中君のそうっすね、ハウスがあって、そこでまあミンクルはリハしたりとかね、はい、レコーディングして、そこで集まるコミュニティでどちらかっていうと、うん、僕たちは知り合って、はいはいはい、で俺もね今41なんだけど10年くらいはねやっぱりあんまり100人はいたけど来てたけど、うん、まあ本当に月に3ヶ月に1回とか、まあ、来るときは月に2、3回来るんだけどっていう感じの、まあ久美さんとかね、のぞむさんと個人的に会って飯食い行くとかは あるんだけど、そういうことでは関係性を保ってたんだけど、お店としてこう入っていくっていう関係性は同じなんでね、4月からまた戻ってきた感じで、今八木ちゃんが言ってたことがすごい俺も当てはまる。自分のこうラジオも含めてだけど、うん、こういうことをするタイプの人間じゃないからね、もともとね、もともと、うん、その子はよく分かってると思うんだけど本当に人前に出るのはあんまり好きじゃないから、確かに、けどまあでもそういうこと言ってらんないなっていう状況もあったし、うん、まあ、本間さんたちがああやって配信をね、もうはっきりちゃんと言うけどお金をもらわずほぼ、はい、ほぼねお酒とかもらっちゃった、お酒とたまに、そうですね、うん、ほぼもらわずでも本当に真っ赤な、まあ、手弁当でやってくれてるのを見て、俺もやんなきゃなって結構思ったのが本当に大きくて、うん、まあ、今すごい楽しいんですよ。いや、そういう感じですね、うん、それはもう本当にね、うん、このエキゾチカの、うん、今ちょっと起きた小川君もそうなんだけどのおかげで今ねかなり楽しく、ね、今お仕事も少しだけどちょっと一緒にやれたり他の、ね、はい、できたりとかって本当にね、はい、また一人で喋り始めましたけど本当にね今そうだなって話改めて今話しながら思ってて、そう、八木ちゃんなんかはね特に若い時から福生にいるから、そうですね、で5年くらい離れた、2、3年ですかね、2、3年まだ、そうですね、離れてたの、うん、でももうガラッと本間さんに鍛えられて変わったよね、そうですね、うん、ちょうど福生離れた時に、うん、知り合ったって感じで、うん、と思って、そうなんですね、福生から離れて、はい、ありがとうございます、本間さん、ヤギちゃんを、あざす、うん、本当にね、ヤギちゃんはね、よく田中君と話したんだけど才能はあると、ああ、才能はあるがっていうのが、ががね、もう本当にが以降がなくなってきたんで、まあね、そういう意味では、こうぶっちゃけてるとこもちゃんと残ってるし、本当にね、本間イズムが、うん、ちゃんと、そもそもなんかその共通の知り合いがいたんですよね、ほうほうほう、なんとなくでいて、うん、そうですね、まあ、その八木ちゃんがそのむさび通っていて、うん、その先輩が、まあ、その今アイドルグループ のリリカルスクールってその、まあ、ラップをするアイドルっていう、はいはい、まあ、そのグループのプロデューサーをやってるキムさんって人がいて、で僕はその人と昔から知り合っていて、うんうん、まあ、なんかそこのグループの、まあ、そのミュージックビデオを作ったりとか、まあ、そのコンサートの VJ やったりとかっていうんでそこでは知り合ってて、はいはい、でそれで僕はその3年前に、まあ、なんかその仕事した時に、まあ、なんかカメラマン欲しいなって話をして、うん、でその時にそのムサビのそのプロデュースやってる人に相談したんですよ。でそれで来たのがヤギちゃんだったんですよ。おでその時もその紹介のされ方が、うん、まあ、なんかいいやつ一人いて、でちょうど会社なんか就職したいっていうふうに言ってるやつがいるんですけど、うんうん、みたいな、うんうん、さっきのそのミンクルの田中さんと同じですよね、うん、才能はあるんだけどちょっと問題がね、問題があると、でなんかまあカメラも持ってて、まあ、なんか映像を自分で今フリーランスやっててっつって、うん、何がいけないんですかって話をしたら、うん、まあ、とにかく酒癖が悪いと。ああそうだね、お世話になってます、うん、その時なんか見せられた映像がなんか渋谷のあれ何、道玄坂か、道玄坂でした、ね、道玄坂でなんかすっげえ酔っ払ってなんかタクシー拾おうとしてなんかフラフラになって拾おうとしたんだけど、うん、なんか引かれそうになってで逃げようとしたらなんかゴミ箱かなんかに突っ込む、うん、映像を見てこういうやつなんですけどって言ったら、どういうやつだってこれ最高ですねみたいな、うん、ちょっとすぐ合わせてくださいみたいな、うん、でそれで会って、うん、まあ、やっぱその時ヤギちゃんもすごいなんか緊張したか分かんないですけど、うん、まあ、なんか割と面接みたいな感じで、人見知りだからヤギちゃん、恵比寿のルノアール、恵比寿駅前のルノアールで、はい、でちょっと会って話して、でなんかまあ映像もこういうの作ってるっていうので、おなんかいいじゃんみたいになって、でその、そうですね、その最後の最後にね、なんか履歴書を渡されたんですけど、うん、
もうその履歴書がひどくて、うん、もう本当に一度も就職活動とかしたことないんだなっていう人の履歴書で、もう写真と住所と学歴以上みたいな感じで、へえかっこいい、これはかっこいいってなって、もうこれはすぐ採用だって、こんなこんな履歴書見たことないっていう。でもめちゃくちゃそれなんかかっこつけてんだけどさ、うん、いい話です、うん、いい話なんだ。なんかやばいやつ引き連れたいなみたいな感じでは思ってたんですよ、うん、なんか僕とは違う、うん、僕そんなやばいことできないんで、うんうん、そのね、なんかあのゴミ箱突っ込むとかってできないんで、そういうやばさじゃないよねある意味もっとやばいよね、本間さんはね。本間さんはまあそうですね、うんうん、勉強 してます、うん、勉強してます、うんうん。まあ、それでその時にまあじゃあ会社入ってっていう形になって、でまあその時からその話をしてて、まあなんかその3年か4、5年くらいかその都内の方で仕事をなんか我慢してやろうと、もうなんかその大きい仕事とか、まあなんかそういうカチッとした仕事をまあなんか一緒にやってって、でそれである程度基盤できたら、でそれでフッサ遊びって、俺はフッサ面白いなって話をした時に、うん、じゃあちょっとその基盤できたらもうフッサのハウス借りて、もうそこからなんかそのちょいちょいと都心行って仕事して、うんうん、まあ、あとはのんびりハウスでワイワイと仕事をするっていうライフスタイルしようやって、2人で話し合ったんだ。そうですね、じゃあそれで 2,3 年くらいかもう都心で、そうですね、うん、すごいね、すごい。そんな計画、俺とその君計画そうならないうまくいったことないよね明日の待ち合わせだって大体どっちか遅刻するもんねもうそのぐらいですか、ね、へえ、そうか。じゃあやっぱりこう2人はちゃんといい関係でやってるんだね、うん、こうでしょうかね、うん、でしょうかね、ほら言ってもらえると、俺ほらよく会社にね遊びに入り浸らせてもらってるんで見てるけど、なんかほらわちゃわちゃ仲良くはやってなくていいなと思うんですよ。あ、そうですね、仲はいいんだけど、そうですね、あの、うん、距離感は結構保ってますよ。だから、うん、あの誰かまあうちのハウスに人遊び来てっていう時はまあ2人でワイワイってやるんですけど、うん、来てない時とか割ともう、うん、あの部屋がそれぞれ別々なんで、そのハウスで、うん、もう割ともうそれぞれの仕事やって、うん、まあタバコ休憩するときにちょろちょろっと話してっていう感じですね。だから土日とかももう今はもうほとんど連絡しないですね、うん、もうそれぞれの時間を楽しむっていう感じで、なんかなかなかさこう2人で会社とかやっちゃうと、はいはいはい、こう距離感がね難しいので、そうですね、こう仲良くなりすぎたりとか、はい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 、でそっちの方が多いかな、こう距離がね、うん、近すぎて、うん、まあ、これから先ねもちろんいろいろあるだろうから、うん、そういうことは分からないけど、でも2人のこう、まあ、特に本間さん、まあ、八木ちゃんもそうだけどね、もともとは本間さん あのこう人との距離 あの、うん、取り方はあの僕もあの41歳ながら勉強させてもらってます本当に、うん、もう一旦距離を置くっていう空間があるんで、うん、それがねなんかうまくエキゾチカは見てて、ね、今は寝てるけど小川君に対してもそうだし、あのいいなと思っててますね勝手にね。じゃあねもう一曲くらいかけちゃおうかな、うん、次は何やったんだっけ、コデランニやってビートボムやってあれか中原中さんか、はい、中さんね、中さんね、あのライブはすげえ面白かったっすね、面白かったっすね、ヤギちゃんのダンスも見れますよ最後の方だと思うんだけどBorn to be Wild あたりでヤギちゃんのダンスも見れるんで、うん、じゃあその中でちょっと後でまた選曲して、かけますんで、はい、じゃあ一曲聴いてください、うん、見れますよ、しかも見れるラジオです今回は、中原中で、ずんどこ夏祭りから一曲どうぞ。コロナだかなんだか知らないけど、それで毎日毎日やることもなく家で過ごしてた諸君、これから外に出てまた始まるんだ。何が？でもまた暇が良かったという時が来るかもしれん。いや、
て毎日暇でたまらないから俺は外に出て空気を吸いたいと思ったけれど外にも出れない、だから部屋の中でずっとずっとゴロゴロしながら、中原中で、中原中のずんどこ夏祭りでした、はいはい、何が流れたんでしょうね。でもあのずんどこ夏祭りも
本間さんと俺のぞむさんになんか、はい、よくわかんないようで呼びつけられて、ね、カウンターで2人で誰もいないとこでなんとなくね、そうですね、こんな人来るんだけど、ヤギちゃんもいたっけ、ヤギちゃんいなかったかも、途中で帰ったのかな、うん、小川くんがいたかで、うん、でね、雑談から生まれた企画っていうかね、そうですね、あのね、久美さんが投げ銭やったら、ね、壁に貼られてっていうのでとかね、はい、ああいうのとか、確かに本間さんがね、ビートボムも名前も考えたしね、ずんどこなつまりつりも考えたんだよねあ、そうでしたね、バカみたいな名前を考える担当で、そうそう、いやーすごいよね、だ本間さんはどっちかっていうと俺は映像屋さんっていうよりも、もう企画屋さんも込みやみたいなところをすごく、そういうこともできるっていう感じのイメージの人ですよね、はいはい、そうで今さ、ずんどこ夏祭り見てる間に4人で話して、まあ、小川くん寝てるんで本当に、うん、小川くんでもいたかね、うん、去年の2019年の11月か、はい、全員でねオランダ集合して、そうですね、うん、そのミンミンヨークルセイダーズの、はい、ライブを見に行って、いやー言えないことばっか多いですけど最高でしたね楽しかったですね、いろいろ、まあ、とにかくライブが、ね、ライブが最高だったよね、うん、はい、うん、あれフェスですよね、そのオランダでやったやつは、そうですね、ですよね、はい、え参加してたの、参加してたかもねだっけもうだっけって死にそうな顔してたもんね、もうその後ですね、いや、あのライブも死にそう、あ、もう説明欄にそのオランダの時の映像どっかにあるんで、うん、上げとくけど、その君は結構死にそうですまあ、まあ、あの時は境目ですよね、そう、あれからもうどんどんダメになってた、そうですね、うん、その後本間さんたちはミンヨークルセイダーズのツアーはオランダとドイツ、ドイツ行ってイギリ ス、はい、ロンドンまで行ったんですね、そうですね、でも最後でしたっけ、ロンドンで最後、でも結構あっという間にもうパッと来てパッと帰ったイメージがなんとなくある、そうですね、うん、まあもうほとんどもう移動してっていう感じですね、撮影して、うん、そうですね、だから僕らももともとはね、今作ってる途中ですけど、森明さん、森明監督がそのミンクルの映画をね、映画を作るっていうの で、うん、でそれで、まあ、八木ちゃんもそれ一緒に撮影とかで行く予定だったんですよね、してて、でそれで最初、まあ、なんかオランダ行きたいって話になって、うん、でチケットを値段調べてたら、まあ、結構安いなってなって、うん、そしたらじゃあこれも会社のお金でもう仕事として行っちゃおうと、行っちゃおうと、うん、で俺も行っていいすかってなって助かりました僕その時そう、ね、そう貯蓄1万5千ぐらいになってそうもう本当助かった、本当に、うん、だってね、ヨーロッパ行く時にいくらお金換金しようかなだから1万円ぐらいしかもうねえから下北飲みに行く感覚みたいな、ヨーロッパね2週間ぐらい行くよ、ね、ヨーロッパ1万円あっという間なくなります分が高いんで、本当に助かりました、お金の面じゃなくてね、もう全部だお金だ、財布として動く財布としてそれで撮影で行ったんですよね、なるほどね、いやーねー、ちょっとこまあミンクルもね、メンバーが次あたり出るのかもしれないので、まあちょっと今チキンシャックのラジオをやりつつも、はいはいはい、まあね、もう一個ね、こっちも再生回数稼がなきゃいけないんで数字取って、ね、そうですね、ミンクルもね、そろそろラジオにねお願いしますよと、はいはいはい、今準備してるんで、結構厳しくてね、売れてますからね、慣れてるんですかね、ブロさん、石黒さん、まあ、ちょっと石黒さん、渋い、いきなり、いきなりグロさん、そうなんで、ちょっとね、皆さん、お楽しみにしててほしいんですけども、はい、ね、最後なんですけども、今後、はい、ちょっとね、チキンシャックの、うん、まあ、もうお願いばっかなんですけどね、うん、チキンシャックの YouTube をどういう風にね、はい、してったら面白いかなってね、うん、最近で結構考えてるんですけども、はい、まあ、一人で考えるとかでダラダラ喋るくらいしかないんで、まあ、実際チキンシャックスペシャルがあって、はい、本間さんたちの映像チームのねバーンとやってっていうのもあり、はい、まあ、チキンシャック自体も今カメラを何台か、まあ、中田のカメラを借りたりもしてるんですけど、チキンシャックもカメラ買ったりとか、はい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 、まあ、本間さんたちに機材を借りて自前で配信もできるようになったりとか、はいはい、うん、まあ、のぞむさんがなぜか料理のコンテンツを作ったりとか料理はいいですね、あ、いろいろあるんですよ、で、うん、まあ、
みんなにこういろんな人に見てほしいし、そのチャンネル登録者数を増やして、あとその収益化っていうのも可能になればもう少しで審査のところまで行けそうなんで、そういうのも込みでやっぱり今後ちょっとライブハウスにまた人が戻ってくるかどうかっていうのは不透明なところがあるんで、まあたとえ戻ってきたとしても YouTube は同じペースで、なんならもっと力入れて資金借金をやった方がいいなと思っていて、どんなことすればいいっすかね。何なのね、コンテンツとして、コンテンツとしてね、まあ、継続的にはね、なんか継続して何かをやった方がいいのはもちろん、うん、そうだよね、そうですね、ありますよね、でってことですよね。まあ、今その生配信があるんで、あの企画もね、本間さんたちによく相談してとか、まあこっちから持ち込んでそれを料理してもらうとか多いんですけど、なんかそのやっぱりこうインターネットを使って、まあ特に今 YouTube を使って配信するにあたって、例えばなんですけども、なんか俺は24時間ずっと生配信してるチャンネルとかって、うん、面白いかなってちょっと思ってるんですよ。あ、なんか一度そんくらいのはやってみたいですね。そうですね、なんかもう、こう24時間テレビじゃないけど、まあそうですよね、うんうんうん、やっぱあれもある種の24時間突っ走るっていうなんか気持ちよさみたいなとこありますよね。はい、その24時間テレビとかもなんかその24時間やってるラストをもうズタボロになってるのを 見に行く気持ちよさみたいな、そう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 、ありますよね、うん、なんかまあ技術的にはもうできるわけじゃないですか。そうですね、まあそうですね、うん、持つのかなとか思うんですけど、まずは体力と体力と人員と、そうですね、気合で、うん、気合で、あと24時間なんでやっぱ企画ですよね。そうですね、ずっとね、そうですよね、朝の3時4時にこうなんていうんですか、ライブをやるわけにはいかないと思うんですよ。まあまあ朝はギリギリクラブ乗りでよかったとしても、はいはいはい、5時くらいまでは、うん、もう7時台の音はきついじゃないですか、ロック、そうですね、ロックにしても何にしても、そうですね、うん、なんで午前中はヨガ教室やったりとか、わかんないけど、太陽礼拝で、うん、いいですよね。ね、なんかまあその奥が24時間走るとかね。走ります、それはいいですね。走る絶対やんないだろう。まあでも、うん、頑張りますよ。まあでも、まあでも小川君がずっと携帯で中継してくれるとかね、そのね、一人で走っててもしょうがないんで、確かに、うん、なんかそんなのはちょっと考えてて、なんか一度、そうですね、うん、地下としてもまたお願いになると思うんですけど、24時間のはなんかちょっと、うん、やりたいですね、やりたいですね、夏とか、うん、やっちゃいます。もう今やそうですよね、夏とかは、うん、夏フェスとかはもう中止になっちゃいましたから。あ、ね、確かに、うん、やります、きっともうこれやるって言ったらやる方向になると。あとはコンテンツですよ。コンテンツですよね、はい、あ、もうほんま P でそこは、あ、まあ、P は俺でもいいんですけども、何ですかね、かなりまあ、もうイライラするくらい相当な企画力ですよね。そうね、何人か集めなきゃいけないですね、そういう意味じゃね。そうですね、うん、まあ、企画募集っていうのもありますし、うん、あ、企画募集いいですね、うん、まあ、ライブはライブでやる時間を作りつつ で、うん、ライブじゃない時間を、まあ、やっぱシャックでやるっていうんで、まあ、なんか音楽に絡めたことをなんかね、うん、なんか例えばチキン、でもチキンシャック1箇所でやった方がいいっすよね。どうなの、あ、まあ、そうですね、うん、中継もできなくはないじゃないです か、まあ、中継とかそうですね、切り替えればいいだけでネット回線があれば、うん、とかね。そうですね、まあ、あとはそのおさんのティンバレス教室とか、おお、出家とか、出家、出家、お経を読んでね、お経を読む、読経で朝の4時に、うん、それいいね、それならば、それならば、それ、それならばやる。読めないっしょ。24時間走るのとお経どっちがいい？走る方ですかね。マジですか？マジで。マジで。まあどっちも大変だな。いやいや、走る方がお経だったらまあね、まあ、ティンバレス覚えるより簡単。そうでもないか。そう、うん、どっちも大変ですよ。どっちも大変。まあ、どっちも大変でしょうね。誰なんだよ。あ、じゃあ
夏場行きます？夏やっちゃいますか？そうですね、一回やりたいですね。そこまでやりたいですよね、うん、なんかその今ライブハウスのね、うん、その配信とかってこうちょっともうなんかもうやり尽くされたっていうか、うん、もう同じようなことやってもっていう部分があるじゃないですか、うん、これからまたちょっとストランクへのテレビ局レベルの映像制作会社ももう入ってきてますしね。そうですね、うん、そういう意味じゃね、そのバンドがライブしてそれを配信するっていう以外のとこだったらもうやっぱあとはもう体力勝負ですよね気合いそこへ気合い根性系ですよね、うん、もうそこにつながると、もう24時間やりましょうとか。そうですね、まあ、だから僕らの全てのコミュニティを使って僕頭下げ行くんで、うん、そうですねその役っすね俺は、どっちかって言ったらね、うん、それをしつつ皆さんに協力してもらって、うん、今年の夏っす ね、 そしたら楽しみっすね。いやなんかすいません、話すことがあるっつってはめちゃってはい、はい、で24時間で会いましょうと、はい、いや本当にね。でも園くんさ、はい、よくさ本間さん、まあ、八木ちゃんもそうだけどさ、うん、相談しに行くのよ、はい、いろんなことを、うん、で俺はなんとなくしか考えてないのいつも、こうがっちりしたイメージじゃないんだけど、ああ本間さんが言うと、うん、そうそう俺そう思ってたみたいなくらいのこうイメージをこう明確なものが明確なものを思ってないんだよ、だから、うん、でも気持ちよくさせてくれるのよ、うん、大した人ですよ。 やっぱり分かりますよ、うん、やきちゃんそういうとこあるよね。いや、うん、本当失敗したのに褒められてるみたいな、うん、みたいなね。いや俺ばっか今回喋ってるんですよ。もうだけど、はい、もう実はというか明確ですねだけどやっぱりもう今思いました、あのこのエキゾチカ、うん、まあ大垣寝てるからもう呼ばないけど、はい、うん、一人で呼ぶわ、はい、深夜に生放送で呼ぼう、生放送で大垣呼ぼうで、もう八木ちゃんと本間さんにはたびたび出てもらおう。そうです、今日もエキゾチカか、いや、うん、もうマニアックな人がみんな聞くから、あいつらがやってんだぞっつって。これも、うん、一応うちの会社のコンセプトとしてはなんか予測不能でありたいっていうか、もうあエキゾチカって、じゃあ最後にエキゾチカってなんで名前つけたんですか？ああそうですね、僕があのエキゾチックっていう単語がすっごい好きで、あ、まあ、あの僕が好きというか、まあ、僕が一緒にそのなんか音楽やってる人がよく言ってたんですよ。いやこれはちょっとエキゾすぎですねみたいな。あ、まあ、その人あのラブローさんっていう横浜のトークボックスやってる人なんですけど、はい、まあ、その人がもうエキゾですねみたいな、まあ、それでエキゾっていう言葉がすごい好きで、うん、まあ、そのなんか僕らもなんかその映像とか作ったりとかする中でなんかいろいろ評価軸があるんですよ。なんかかっこいいとか、なんかそういう意味でエキゾってよく使ってて、この映像エキゾすぎるねみたいな、はいはいはい、まあ、エキゾってその異国情緒とか、うんうん、ちょっと変わったみたいな意味で、うん、まあ、なんかそれすごいいいなと思って、まあ、あとなんかそうですね、肯定的な意味ですよね。どっちかってエキゾチックってなんとなくイメージですけど、まあ、あと客にエキゾっていう、そのクライアントにエキゾって言わしたいっていう、エキゾさん、あ、エキゾさん、エキゾさん、エキゾチームがつって、うん、エキゾチカチームが入りますんでつってそういう時嬉しいんですよ。そう、なんか言ってるわみたいな、うん、エキゾって言ってるわって。でもなんかエキゾチックってなんかそのなんか大体言葉はみんな知ってるけれども、なんかその本質ってなんだみたいな、なんかそういう言葉もいいなみたいな。なるほどね、明確じゃない言葉なのかな。そうですね、人によって変わるのかな。そうですね、なんかちょっと異国情緒というか、うん、違った景色というか、なんか日本人がその例えばアジアのそのね、例えばそのタイとかの景色見て、うわなんかタイっぽいねみたいなとか、なんか逆に言うとそのアメリカの人とかね、特にフッサとかだとそのね、軍の人とかが日本の景色を見て、わあなんか日本の景色だねっていうのも、はいはいはい、それもエキゾだし、確かに確かに、逆もね、そうですね、そういう意味でそういう会社の信念でやっててっていうので、あ、あとはその仕事もだ、結構仕事何やってんですかって言われると、もう
説明がつかないんですよね、うん、この前デコチャリ作ってたしね、デコチャリ作ってリンク貼っとくんでみんな見てください。そうですね、うん、っていう仕事もやったりとか、うん、あとすごい真面目な会社の、うん、そうっすよね、そのムービーやったりとかって、ね、うん、なんかもう常になんかくくられたくないっていうか、うん、なんかその見透かされたくないですよね、うん、あ、この人たちこういう映像やってるんですよねみたいな感じじゃないので、うんうんうん、もう舵を取っていくみたいな、うんうんうん、基本もう何も喋んないですね。何も喋んないというか本質は。ああなるほど。やべえ、俺喋りすぎちゃってるよ。でしょ。もう今真逆言っちゃってるから。真逆言っちゃってるよ。だから噛み合うんだよ。と思いたい。だからなんか喋られればもうそのことに対してはもうボンボンいろいろ言えるっていう感じなんで。確かに。だそうですよね。今日とかもだから VJ の話とかもね、うん、さらっとしましたけど、その VJ やっ、うん、来た歴史とかも知らなかったもん。俺だったら最初に行っちゃうでしょう。行っちゃう、もう全部出しちゃうもん。最初に多分1時間じゃ収まんないっす、うん、あとその八木ちゃんがねフッサで暴れした話の回でも、うん、あ、じゃあ夜の生放送向きだね。、うん、最近夜も時々生放送やってるんでよかったら聞いてください。あ、なんてね。ああ、じゃあ夜よ、もう次は夜、ね、田中さん入れて深夜危ない話できるんですか、うん、それミンクルの田中さん深夜は来てくれるんだよ。ああ、うん、それでいきましょう。それやりましょう、うん、やりましょうやりましょう。それはもう得意、うん、でまたどうやって田中さん入ればまた違う。そうですね、うん、そうですね、あれが、また違う話がなるんで、でもうメモとしてラジオをメモとして使うっていう。後で聞いて何話したっけなみたいな。うん、でも本当にね、ちょっと今日は時間が全然足りないんですけど、はい、まずはご紹介って形で。そうですね、うん、はい、でも最後の会社の話、名前の話はすごく腑に落ちるんで、ちゃんと入ってくるんですごく、はい、そうなんですよね。なんか、うん、それこそそのミンクルのヨーロッパツアーで行った多分最後のロンドンでの時に、うん、なんかずっと田中さんと僕とでエキゾ論を話してて、何がエキゾなんだみたいな、うんうん、あの人もそうだもんね。そうですね、逆エキゾとかよく分かんない単語が出てきたりして、うんうんうん、結構やっぱ面白いんですよね。、うん、そのよく知ってるからね、田中君は。本当に本当によく知ってる。そういう話とかもね、いつかできたりしたらやりましょう、生で。はい、たくさんあるんで。あ、でも生乗り俺たち。、うん、普段から話してるからこういう話、うん、それ話せばいいだけだから、うん、八木ちゃん生でね、5月に誕生、生まれました、娘が生まれて、おめでとうございます、まりちゃんです。じゃあ結局最後は小川くんが起きなかったってことで、前説の回が1個生まれて、さすがエキゾチカ、うちの小川が。雇ってはないんですけどね。なんで本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、もっとゆっくりね話聞きたいんで、必ず近々生放送で呼びますね。なんか映像のことでお困りのことがあれば、そういろいろリンク貼っとくんで、後で聞いて、ね、安くはないですよ皆さん多分。でもね、チキンシャックラジオから来ましたって言ったら少し安くなるかもしれないんで。ね、まあ、いろいろどんなことでも映像を多分相談すれば、はい、ちゃんとやってくれると思いますんで、はい、いろいろ面白いことはやりたいんで、はい、真面目な仕事から、ぶっ飛んだことまで、やりますんで、はい、僕が、僕のお墨付きで大した信用にならないか、その君の方がいいかもしれない。そのさんのお墨付きだったら相当墓がつきます、うんうん、もちろん。じゃあ最後にお墨付きの言葉を。お墨付きの言葉、うん、売ってくださいよ、売ってくださいよ、売ってくださいよ、エキゾチカを売ってくださいよ、皆さんに。じゃあ僕らのなんかいいところをちょっと最後、うん、ね、うん、お願いします、お願いします。おっと、うん、3、2、1。ほんとダメだこれ、ダメだこれ。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。最後はですね、僕ごとにまたなりますけども、来週のゲストのですね、人の曲を流して、ミオクルセダーズのボーカルのフレディさんでございます。おなので、それが今回ですね、約1年かけて作った、僕と田中君のせいで遅くなった、コデランニという、ユニットを組んで、三味線の秋山君と2人でやっている ものがですね、7月2だか4くらいにリリースされますんで、皆さん1曲聴いてお別れです。それでは今日はエキゾチカの皆さんをお招きして、はい、
お送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ヤマンです。恋も若きも